朗読会は熊本大学で講師をしていた小泉八雲が1年間過ごした旧居で行われ、およそ40人が参加しました。今年は八雲が熊本に来る前に生活していた松江市の旧居ともオンラインでつなぎ、雪女や松江を舞台にした水飴を買う女など5つの作品が朗読されました。こういう雰囲気でお話を聞くというのはまた格別かなっていう気がします。まだ日中の暑さが残る中での朗読会でしたが、会談を聞いた参加者たちは心持ち涼しくなったようでした。むしろ、いくりも